どうもです。今回の動画はキャノンのフルサイズミラーレスカメラについて正式発表前にいくつか情報が出てきたので、それをネタに雑談したいと思います。9月5日に正式発表されるであろうキャノンのフルサイズミラーレスカメラ、名前は EOS R になるかもらしいです。 6D とか 5D とか名前に数字がないのが気になりますが、まあこれはね、正式発表を待ってからにしましょう。2018年9月は人類にとってキャノンのフルサイズミラーレスカメラの話で持ちきりになるのかななんてね。私も気になって本当は違う動画を作る予定でしたが、 EOS R の動画作らざるを得ない。今回の情報元は軒下デジカメ情報局というサイトです。ここすごいですよね。EOS R について紹介している世界中のウェブサイトや、あと YouTuber さんがみんなここの写真を使っているんです。私も今回使わせてもらいます。ここ発信の特ダネって結構あるんですよ。いつもどうやって入手しているのか不思議になるくらい。もしかして現在と未来を行き来できる人ですかって思うくらい。最新情報を早く得たいならお気に入り登録必須です。前置きはこれくらいにして始めます。はい、画面が変わったと思いますが、私も PC で写真や文章を見ながら話したいので今回こういう形にしています。あとせっかく写真を使わせてもらってるのに罰当たりなこと言っちゃうんだけど、今回写真が小さいんですよ。だから拡大表示せざるを得ない。なので写りが悪いかもしれませんが、あらかじめご了承ください。じゃあまずは EOS R について、軒下さんが9月1日に投稿した記事から抜粋してお話しします。3030万画素フルサイズ CMOS、 これ有効画素数でいいんだよね。キャノンのセンサーの縦横比は2対3だから、最大の画像サイズはこれくらいになるんじゃないかなと予想します。ちなみに有効画素数の 99% で計算しています。私が使っている 6D Mark II、 あ、ごめんなさい、私の場合どうしても 6D Mark II 基準で見てしまうんで、皆さんの基準と違います。あらかじめご了承ください。話を戻して、 6D Mark II の有効画素数は約2620万画素で、最大の画像サイズは 6240×4160 なので、一辺の長さは1割弱、面積としては1割ちょっとくらい大きくなりますね。画素数は2000万あればもう十分って意見あるけど、やっぱり大きければ大きいほどいいよね。特にトリミングするときね、大きいほど便利です。次、デュアルピクセル CMOS AF、 これはまあ最近のキャノンのカメラの定番ですね。あとは瞳 AF が搭載されるかどうかですね。正式発表を待ちましょう。次、即興範囲はライブビュー映像表示範囲の縦 100%×横 88%、 オートフォーカスでピントが合わせられる範囲のことですね。まあこんなもんじゃないですか。一眼レフの場合、ファインダー撮影時とライブビュー撮影時でオートフォーカスでピントが合わせられる範囲って異なってしまうんだけど、ミラーレスは同じなのでいいですよね。次、 EV-6 低輝度オートフォーカス、露出 -6 ってめちゃくちゃ暗いんですけど、それでもオートフォーカス使えますよってことですね。 -6 ってすごいな。次、 4K 動画、なるほど。ただね、 EOS ムービーってビットレート大きすぎるからな。キャノンの他のカメラと同じ仕様なら秒間30フレームの 4K 動画で 120Mbps なんだよね。1秒間で 15MB、 1分で 900MB、 5分で 4.5GB、 ハードディスクが悲鳴上げます。 YouTube 用にビットレートが低いモード欲しいですね。次、タッチパネル液晶、さらに写真を見るとバリアングル液晶に見えるというか、バリアングル液晶ですね。バリアングル液晶派の私としてはとても嬉しい。あとはサイズとドット数、写真を見ると四隅の枠ベゼルがね、いつも通りの大きさに見えるので、
6D Mark II とか KISS-M とかと同じ 3.0 型で約104万ドットかな。次、マルチファンクションバー搭載。今までになかった新しい操作ボタンで面白そうですね。液晶やファインダーに表示される横並びのメニューを選択したり、設定値の上げ下げをするためのボタンでいいのかな。 EOS R を全体的に見るとボタンが少ないんですよね。だからこのマルチファンクションバーが重要になるんじゃないかな。次、 Wi-Fi、Bluetooth 搭載。これも今では定番ですね。でもこれスマホに写真を取り込んだり、スマホで遠隔操作するときに結構カクカクするんだよね。で、 Wi-Fi のつなげ先がカメラだから、遅い原因はカメラでいいんだよね。 EOS R では速度改善してほしいな、サクサク動いてほしいなってのが願いです。次、防塵防滴マグネシウムボディ、頑丈ということで OK でしょう。次、バッテリーが LPE6N。 なるほど、 6D Mark II と同じですね。あとは 80D とか 5D Mark IV とか。私はこのバッテリー2つ持ってるから嬉しいけど、専用のバッテリーを新たに作った方が良かったんじゃないのかな。ミラーレスって一眼レフより消費電力多いからね。バッテリー1つで写真が何枚撮れるかってのは正式発表で明らかになるだろうから、それを待ちましょうかね。次、バッテリーグリップ BGE22。 ちゃんと用意されていていいですね。バッテリーグリップ必須の方々には嬉しいですね。次、サイズが横幅約 136mm× 高さ約 98mm ということで、他のカメラと比べてみます。写真では 5D Mark IV と比べているみたいですが、横幅は X9i よりちょい大きくて高さはほぼ同じ。でもミラーレスだから薄いってことですね。次、重さが約 580g。 また他のカメラと比べてみます。 6D Mark II を使っている私からすると十分軽いです。 765g なんでね。でもミラーレスにしては重い方なのかな。でもそうか、マグネシウムボディで頑丈にしてるからか。あとはボディ内手ブレ補正、電子じゃなくちゃんと光学の五軸ありそうだね。期待させるようなこと言って外れたらごめんなさいだけどね。次、マウントが内径 54mm、 フランジバック 20mm で12ピン。 EF マウントを調べたら内径は同じ 54mm だけど、フランジバックは 44mm だから 24mm 短くなりましたってことね。12ピンって電子接点の数だね。EF マウントはボディが8ピンでレンズが7ピン、エクステンダーはまた違うらしいけど、電子接点の数を増やして何か新しいことがしたいのかな。次、マウントアダプターが3種類。へえ、筒状のものだけじゃないんだね。この中で選ぶとすれば2つ目のコントロールリングのマウントアダプターかな。これを使えば他のメーカーのレンズのようにレンズの根元のダイヤルを操作して絞りを変えるってのが疑似的にだけどできるようになるね。でも新しく作るらしいレンズでは写真で見る限りレンズに絞りリングないんだよね。そう考えるとマウントアダプターだけにあるのは不思議だね。記事の内容からは以上かな。じゃあここからは写真を見て気づいたり気になったりしたことをお話しします。まずはこちら、サブ液晶の表示内容を見ると TV シャッター優先モードね、で8000と表示されているようにメカシャッターが8000分の1秒対応なんだね。あとは常用 ISO 感度が4万。8000分の1秒は嬉しいですね。 6D Mark II は4000分の1秒止まりだったから、昼間の外とか明るい場所での撮影で便利でしょうね。次にこちら、軍幹部のダイヤルが小さいのが気になります。奥行きが狭いからなんだろうけど、でもまあさすがにこれはね、触ってみないと分かんないな。あとはこの写真、カードスロットは一つっぽいね。で SD カード、カードスロットの蓋が 6D Mark II と似ています。2つだったらこのように蓋は大きいからね。2つじゃないとダメな人界隈は今回も残念でしたってなるんかな。でも1つってことはだよ、
上級機ではないということなんだろうか。センサーがフルサイズな時点でエントリーモデルとは言えないけど、この EOS R は多分中級機なんだろうね。画素数が3000万台に増えたのは、長らく2000万台だったのを底上げしたというか、正常進化したということなのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。今回はここまでにしておきます。あくまで正式発表前の噂レベルの話ですからね。9月5日水曜日、待ち遠しいな。あ、何時発表だろう、後で調べとこ。ということで今回は以上です。バイバイ。